最後はバンカラ街で鮭と戦う。これまでスプラボでお話ししてきたビッグランの考察を改めてまとめます。まずビッグランは鮭がハイカラからバンカラに進行してくる物語ではないかというもの。実際2回のビッグランはハイカラ地方のステージなので、徐々に迫ってくるのであれば次もハイカラ地方、その次以降でバンカラ地方のマップになりそうです。この場合最後のステージはバンカラ街、不自然に広いマップはフィールドとして、ダウンロードコンテンツがハイカラシティなのも避難先として納得できます。コジャケはビッグランの際に群れからはぐれた個体ですが、自分の群れに再会する物語かもしれません。そして今後のステージも予想できます。カイロの場合はマサバ海峡大橋やヤガラ市場、陸路の場合は北の砂漠地帯を通るため、ナメロー金属や湯の花大渓谷が候補でしょう。いやー楽しみ。詳しくは本編をご覧ください。スプラボのハップルでした。